ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。今回もコメントを一つ、福井千秋さんからのコメントです。今日初めてドラクエ8プレイしました。いろいろ教えてください。いつも楽しく動画見ています。というコメントいただきました。ありがとうございます。そうですね。この動画でお見せできるとするならば、なんだろうな。結構一緒に進んでいきましょう的なスタイルでやっているから、そうですね。探索言うてもそんなにだしな。錬金とかかな。この錬金した方がいいよねとかそういう感じなのかなって気はしますけれども。騒がれても面倒じゃからな。なるべくお見せしていきたいとは思ってますが、ボス戦攻略とかなーかなー、何か参考になるとすれば、あまり自分の動画参考にならないかもしれません。申し訳ない。で、この船の中の話カットしちゃってるんですけれども、この中でね、錬金っていうものができるようになります。うん。そこら辺のコマンド?そこら辺の話?気になるっていう方はね、ぜひね、ご自分でプレイされてみてください。よいしょ。とりあえず壊しましょうか。で、早くももう錬金が使えるようになったんで、いろいろとまた、行動?いろいろと必要になってくるものがあるんじゃないかな。どんぐり帽子はヤングスが上がる。ジェシカ、ウロコの盾で7上がる。鎖かたびら、ヤンガス8上がる。防具はね、後でどうでもなるんだよ。必要なものは、どっちかっていうと武器なんだよな。ジェシカ、どうなんだろう?早いんだっけ?どうだったっけな?強さ。ジェシカの、あ、そっか、下画面で見せれるのか。ちょっと待ってね。こうか。素早さ見ていきましょう。20、17。あ、でもね、ウサギの尻尾で2上がってるんで、実質18ですね。17、26。やっぱ早いんですね。ここですね。すると、川の鞭と、あと何か必要だったな。何だったっけな。川の鞭とね、鱗の盾だね、確かね。でね、強い鞭ができるんでね、それ早速作っていきたいかな。今さっき売ってたよね、鱗の盾ね。鱗の盾だよね。ここ、何売ってるんだろう?おお、なんだこの穴。ん?あ、はい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 。なんか、牡蠣の養殖とかするようなとこかな?多分そうだよね。あ、違うのかな?わかんない。牡蠣の養殖とか、確かこんな感じでするんじゃなかったっけ?違ったっけな?違うかも。あー、ないか。よし、じゃあ、早速錬金してみましょう。ごめん。買いたいのはさ、もう山々なんだよ。気持ちは分かってもらえると思うんだけど、もう、樽と壺があるともう、壊したくて仕方ないんすよね。もう、何なんだろうね、この感じ。鱗の盾ですね。変えた?変えてないよね、今ね。よし。錬金ってどのタイミングでする?戦歴じゃないね。作戦?あった、錬金釜。早速やってみましょう。ジェシカの、なんで?顔の鞭。装備しちゃってるかダメ?外す。もう一回。川の鞭と、鱗の盾で、で、Y ですね。錬金開始。そっか、これは上下画面見た方がいいかな。こうなってます、今。おー、できた。蛇側の鞭。これが強いんでね。こんな感じです、錬金は。これはもう序盤っていうか、一番最初にやんなきゃいけない錬金って感じがしますね。
これ持ってるだけで、だいぶゼシカ違うんで。錬金でいいところはお金がかからないってとこですよね。あ、そっか。ごめんごめん。ニセトロでやるとね、装備つけてるときあれができないんだよね。見せれないんだよね。渡しまーす。一気に強くなります。あとはね、ブロンズナイフをさっき手に入れたんで、あ、そう、船の中に、ブロンズナイフがね、宝箱の中に入ってるんで、で、あともう一つですね、鉄の釘っていうものをね、なんとか見つけ出したいんだけどね、どっかに売ってんじゃなかったっけかな。そうするとね、盗賊の鍵ってやつになってね、この辺の宝が確か開くんだよね。鉄の釘を探してるんだけどな。やべえ、もう6分も経ってるよ。ごめんなさいね。こん棒。全然話進まってね、進んでない。これ武器屋ですね。あと序盤でできる。錬金つったらなんだろうな。待ってね。壺。びっくりマークを。壺と、オッケーオッケー。樽のみに出してあげないと話しかけちゃうんだよね。オッケー。鉄の釘っていうのがね、二つ欲しいんだけどね。買えるんだっけ？買えないっぽいですね。一旦これはスルーですね。じゃあ進めますか。鉄の釘見つけたらここ帰ってきましょう。多分ルーラーポイントなってるんで、ここ。船着き場。なってないかな。なってたらいいんだけどな。マイエラ修道院か。そうか、ここでもらえるのか。やったね。鉄の釘もう一個と欲しいんだよな。くれないかな。鉄の釘ね、ブロンズナイフと組み合わせると盗賊の鍵になるんですね。で、盗賊の鍵ともう一つブーメランと鉄の釘でハイブーメランっていうやつになるんですよ。これがまた序盤すごい役に立つんですよね。これを入手したかったんだけど、薬草薬草城薬草。やっぱレシピあるんだな。思った通り。なんとかね、もう一つ鉄の釘、もうなんかそこら辺の家屋からタッと取って、もう良さそうな気するけどね。釘あったみたいな。うわーってもう。無理やり取っても良さそうな気するけど、今それくらい鉄の釘が欲しい。やばい、もう8分も経ってる。ごめん、ほんと進んでないな、このグダグダ感。 RPG 実況ならではのグダグダ感。なになになに、これ灯台、灯台だからこんなに上がってんのか。うわ、上まで上がったはいいものの、これなんもなさそう。うわー、しまった、上がってこなきゃよかった。聖堂騎士団、いや知らない、知ってるけど。マイエラ修道院にいる。はーい、マイエラ修道院に行きましょう。ここは灯台かな。あー、でもちょっと灯台とは言えないのかな。かがり火焚くところではあるか。こういうのはなんて言うんだろうな。お、光ってる。金色のスライム。金色のスライムで思い出した。カジノでまたできるのかな？ドラクエ8必勝カジノ攻略法があるんですよね。ちょっと先進めましょうか。鉄の釘と盗賊の鍵のあの類はちょっと次の動画に回しましょう。お、新しい敵いるね。ちょっと戦ってく？いかほどか。ワンダーフール、作戦、あ、全命レッスとなってますね。ここはブーメランでいいでしょう。カブト割りでとりあえず2番目倒しに行くか。ジェシカ呪文は？メラ覚えてんのか。じゃあ、C 潰しに行こうかな。首は？締め付けられた。これはなんか動きが止められそうな感じするな。あ、やっぱそうだね。なるほどね。
攻撃いきましょう。ちょっとヘビ側の無知の威力を確かめたい。もともとの火力が低いからな。攻撃力が低いか、ジェシカは。あ、でも10と7いくのか。ブーメランは。あ、でもさすがにブーメラン強いな。とりあえず1体倒しましょう。オッケーオッケー。オッケーオッケー。先行できるのはね、強いですよね。いつも。108か。結構もらえるな。もう少し先に行くとね、メタルスライム出始めるんでね。メタルスライム出るんだったらメタルスライムでやりたいよな。暴れ牛鳥、スライムベス、ワンダーフール、大目玉。トルネコだったら厄介な敵だけどね。混乱させてくるマジ厄介な敵なんですけど。スライムベスか。ドラクエ2だと、チリンチリンだったかな、こいつは。あ、状態以上かけてくるタイプですよね。だいぶ外れたな。だいぶ外れたな、これだな。これはなんだ？キャベツか？キャベツではなさそうだな。もうちょっと、せめて、修道院、前やら修道院まで頑張りたいよね。なんもねえ。なんもねえ。言うて修道院すぐそこなんだよな。序盤で使えそうな錬金他に何かあるかな？ちょっと調べておきますか。もし紹介できるようであれば紹介したいしね。一瞬で今、何？チャンク抜けでも起きてたのかね。一瞬でキャベツ畑が。うわ、最悪。これ登れないやつじゃん。オッケーオッケー。無理やり登ることもできるらしい。はい、ということでね、修道院着きましたよ。次回修道院でね、とある男性と出会います。はい。ワクワク。じゃあ、とりあえず今回はここで終わりましょうかね。はい。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。